館内建物北面に残る、機重草車根。写真左部分。建物先頭部分。ハンダ赤レンガ建物は、愛知県ハンダ市にある赤レンガ建物である。近代化産業遺産認定の地域遺産。建物は、ハーフティンバー棟、創建自主棟、貯蔵小棟の3棟で構成されており、 改修前の建物内部は年に数回一般公開されていたが、2014年から2015年にかけての耐震補強工事を経て2015年7月18日からは常時公開されている。1898年、基礎設計をドイツのゲルマニア機械製作所、実施設計を妻木きよりが手がけた丸サンビールのビール工場であった。 第二次世界大戦中の1944年に中島飛行機製作所の医療倉庫となり戦後は1948年7月に設立された日本食品加工のコーンスターチ製造工場の一部として1950年3月より使用されたが1994年9月に同工場は創業を終え1996年3月に同社が ハンダ市へ土地と建物を譲渡した。また、現在までの間に、東南海地震、三河地震、ハンダ空襲などに見舞われるも、現在までその姿を残しており、ハンダ空襲の際に、P-51 戦闘機から受けた、機銃装射の傷跡が現在でもその壁面に、残っている。2004年7月23日には、ハーフティンバー棟、総研自主棟、 貯蔵小棟の三棟が国の登録有形文化財に登録され2009年2月23日には経済産業省より近代化産業遺産の認定を受けた。なお2014年より改修工事のため公開を行っていなかったが2015年7月18日に観光施設としてリニューアルオープンした。オープン後は株式会社 JTB プロモーションが 管理運営を行っていたが、2020年4月より株式会社トヨタエンタプライズが指定管理者となっている。以下はリニューアルオープンに伴い新設されたものである。ありがとうございます。